プレイステーションたった1本のダウンロード版ソフトを1人が購入して別ユーザーと共有してオンラインマルチプレイできるのか検証してみます。結論としてはできます。ただしいくつかの条件がありますので詳しく説明していきます。興味ありましたら最後まで動画ご覧ください。まず当たり前ですが3台以上のプレイステーションが必要になります。 PS4 か PS5 が必要ですがその組み合わせは次に示す通りです。 PS4 が2台と PS5 が1台、もしくは非現実的ですが PS5 が3台でも可能です。実はもう1パターンありますがそれは後で説明します。次に同じ3人のユーザー A、B、C をそれぞれの本体に作成しておきます。購入したソフトが PS プラスが必要なオンラインタイトルの場合はそれぞれ加入が必要となります。それでは具体例で説明してみますね。 PS4 が2台、 PS5 が1台の場合を考えます。それぞれに3つの同じアカウント作成しておきます。例えばユーザー A がソフトを購入するとします。ユーザー A のいつも使う PS4 を今回は真ん中の PS4 Pro だとします。では誰がどの本体で遊べるのでしょうか。答えは次のようになります。真ん中の PS4 と右の PS5 がユーザー B、ユーザー C、どちらでも OK。 左のいつも使うではない方の PS4 でユーザー A が遊べます。さらにリモートプレイで参加できるユーザーについて、それはソフトを購入したユーザー A ではなく B と C がリモートできます。リモートプレイの条件としていつも使う PS4 か PS5 である必要があるからです。最後にまとめると次のようになります。リモートプレイしないユーザーで DL 版ソフトを購入する。購入したユーザーはいつも使わない PS4 でプレイする。テレビが1台しかなくてもパソコンが2台あればリモートプレイを活用して家庭内マルチが3人で遊べる。しかもたった1本の DL 版ソフト購入で済みます。 PS5 にはいつも使う PS5 という概念がなく PS4 とは別枠で扱われるようです。なので PS4、PS5、PS5 や PS5 3台でもソフトの同時起動ができるはずです。PS5 の複数台所持が非現実的で実際に僕は試すことができませんので、試された方いましたらぜひコメント欄で教えてくだされば嬉しいです。最後に注意点として、今後いつも使う PS5 が実装されればどうなるかわからない、そして僕が実際確認した組み合わせは PS4、PS4、PS5 であって、その他の組み合わせは理論上可能だろうという程度であるのでご理解いただければ嬉しいです。以上となります。今後もお得なゲーム情報や小ネタ見つけ次第動画にしていきますので、チャンネル登録で応援していただけると助かります。いつもご視聴いただき、またコメントでの情報提供ありがとうございます。マカロニでした。